白ひれたびらは、濃い木恋刀子赤タナゴ族に属する、淡水魚である。種ア名、足名は、日本語でタナゴを意味する、タビラに由来する。繁殖期のオスは、腹期と尻びれの基部は黒く、外縁は白くなり、背側には濃い青を発色し、腹側には薄いピンクを帯びる。子に飲色が出ていない時期は、同所に生息する、ヤリタナゴとよく似る。両種は、 外見上告示しているが、といった、相違点がある。雑食だが、植物食の傾向が強く、付着藻類を主に、糸見水などを食べる。水深70センチメートル以上の水草や岩などの、障害物が多い場所に生息し、琵琶湖では、水深30の40メートルまで観察されている。低層を好む旅ラコア種の中で最も深い場所を、好む。 産卵は4から9月頃に1から2回行う。鶏卵系の卵を1から10数個ほど、石貝縦干し松笠貝など流水性の淡水2枚以外に産むが、産地により好む産卵母貝が異なり、三重県串田川付近では、おばえ干し岡山県旭川付近では、片葉貝を利用する。繁殖期のオスは、気象が荒く、広い縄張りを主張する。 受精後二日ほどで孵化し、約一ヶ月で8ミリメートルほどに成長し、産卵母貝から出ていく。一年で4から5センチメートル、二年で6から8センチメートルに成長し、成熟する。農林平野、琵琶湖、淀川水系と岡山県高橋川水系伊東の山陽地方、徳島県に分布する。神医入による青森県、島根県にも分布する。 白ひれたびらなどは、かつてはたびらとして一種にまとめられていたが、以下のごあに分けられた。ありがとうございます。